はい、こんにちは。今日はですね、こんなの誰が使うんだっていうテープの紹介です。まあほぼネタです。はい、こちら、はい、こちらはですね、お得意のアリエクスプレスで買ってきた、中華製のカセットテープ。まあこれからはこいつをね、中カセットと、呼ぶことにしましょうか。はい、こいつの名前は中カセットです。まあどうでもいいんですけど、まあ買ったきっかけはですね、まあこちらのデッキ、はい、ティアックの A450 の、修理オーバーホールを進めてるんですけども、まあ、こいつの、オーバーホールのために部品をね買ったついでに、これをちょっと買ってみたっていう、まあ、ただ、まあ、興味本位っていうだけなんですけどね。はい、まあ、ちょうどね、同じショップが出してたんで、まあ、ついで買いということで、はい、まあ、日本にもね、中カセットはいくらかで回ってるので、もうすでにね、もう使い物なんねえじゃねえかっていうね、予感をしてる方もね、いらっしゃるかもしれません。まあ、なんでね、紹介するまでもないかもしれませんけども、まあ、ネタとして楽しんでいただければと思います。はい。こいつの、BKB というね、中カセットです。はい。では、スタート。はい。こちらが、怪しい中華製のカセットテープ、その名も中カセット。まあツッコミどころ満載のカセットですが、こんなねしわくちゃなチャック袋に入って届きました。じゃあ早速ですけど出してみましょう。フィルムにも包まれてなくて、いきなりこんな状態です。で、ケースをね叩いた音を聞いてもわかるように、ふにゃふにゃなプラケースです。まあソフトケースってやつですね。では開けてみましょう。はい、このパカッという音、まあサイズはねちょっと全然違いますけども、市販の VHS のケースみたいですね。まあ、それかなんか雑誌の付録でついていたカセットテープのケースみたいな感じですかね。で、もうお気づきとは思いますけども、インデックスカードありません。でしかもこの形状のケースだとね、一般的なインデックスカード入らないですね。でこちらがカセット本体です。まあ、個人的にこのデザインはね結構気に入りました。白青ゴールドの、まあ、3トーンで、ね、ゴールドがなんとなく高級感を出しているようにね感じますけども、まあ本当に高級なのかっていうのはね、この後その実力を紹介しましょう。カセットの頭の部分です。ここには、録音プロテクトの爪と、まあ、これはノーマルテープですけども、なんかねハイポジ検出用の穴を作れるような、設計になってるみたいです。それではハーフの作りをチェックしていきましょう。まずは叩きます。はい、続いてシェイク。うん、さすが中カセット、手に持ってみた感じ、やっぱりこうプラスチックの薄さを感じますね。ちなみにこの中カセット60分テープなんですけども、やけに巻かれてるテープが少ないように見えます。でここで UR の60分テープと比べてみても、やっぱりねこう中カセットの方がなんかテープが少なく見えますね。ということは薄いテープどころか、下手したら120分用の超薄いテープを使ってるんじゃないかなという予感がしますね。さて気になるテープの部分、リーダーテープはなんかねこういかにもザラザラ感のあるテープ、まあ中カセットではよくあるんじゃないでしょうかね。で磁気テープは、磁気テープはねまあ普通な色です。UR と比べてみても、色だけ見たらさほど差はないみたいです。で、それよりもねこの無駄に大きいヘッドパッド、それでは実際にデッキを使っていろいろ見ていきましょう。今回のデッキは赤いの GX93 を使います。早速ですが、まずね録音の周波数特性を見ていきましょう。
マイナス20デシベルのホワイトノイズを録音して、スペクトルアナライザーのグラフを見ていきましょう。まずは基準テープとして、このマクセル UR をチェックしていきます。現在バイアスつまみは真ん中です。つまみ真ん中でもなかなかいい特性を示してますね。はい、で、特性が最もフラットになるのがこの辺で、でつまみの位置が真ん中よりも30度くらい左ですね。これぐらいで UR は合うようです。では続いて中華セット、つまみはねもう一回真ん中に戻しておきます。ではチェック開始です。あれ、録音スタンバイにならないんですけど。はいはい、またまたツッコミどころなんですけども、この爪の部分がなんかこう微妙にへこみが大きくてですね、これが原因でなんかこうデッキが、爪が折れてると誤認したみたいです。なのでね、爪が折れてないのにこんなことをする必要があります。あ、もちろん全てのデッキでねこんな誤認が起こるっていうことではないと思いますけどね、まあ、たまたまこのデッキは誤認したようです。では改めて、今つまみは真ん中ですが意外とフラットな特性が出ている、まあ、ただ不思議なのは、バイアスを多くした時ですね、ほぼ全域のレベルが下がるんです。でさらに、モニターをソーステープ切り替えると、ね、だいぶレベルに差が出てますね。録音感度がちょっと低いようですね。それでは次のテストに参りましょう。次は、どこまで音を歪ませずに、録音レベルを高くできるかをチェックしてみたいと思います。まあ、方法は簡単です。制限波の信号をどんどん録音レベルを大きくしながら録音していって、波形を見るという方法です。まあ、今回は 315Hz の制限波を使って、波形が歪み始めたところで何デシベルか、まあ、正確には歪み率が 3% になったところで、何デシベルかっていうのをちょっと見てみたいと思います。では中華セットでどこまで大音量に耐えられるかですね。いきます。波形をよく見ててくださいね。はい、波形がとんがり始めました。この辺でいっぱいいっぱいですね。結果はマックスプラス2デシベル。なかなか厳しいです。まあ中華セットはこんなもんでしょうかね。はい、ちなみに UR はというと、まだ行きます、まだ行きます。はい、この辺です。マックスプラス6デシベル。ちなみに、今回の中カセットと UR、 販売価格はねそんなにね大きく変わんないんですよ。大体同じぐらいなのに、UR はこれだけの性能を持ってるということで、ちょっとね改めてびっくりしましたね。最後は音質チェックです。もうすでに勝敗がついてるような感じですけども、一体どんな風に中カセットが音が悪いのかちょっと検証してみましょう。ではまず、録音する曲を確認しておきましょう。こちらです。これを録音してみたいと思います。それではレッツラゴー。
はい、いかがでしょう、うん、僕の感想はね、なんかこう自声帯の荒さを感じる音ですね。まあ高音域は出てるっちゃ出てるんですけど、なんかこう音がガサガサしてるというか、ザラザラしてるというか、ちょっと口で説明するにはね、どういう表現したらいいのかちょっと難しいところがあるんですけど、なんだろう、例えとしたらFM の、バンドがしっかり合ってない時に出るあのバサバサバサっていう音、まあ、あんなような感じですかね。ちょっと違ってたらごめんなさい。まあそんなようなイメージじゃないかなと思います。ちなみに UR はこんな音です。UR は5巻セットだと1本200円台で買えるんですけど、なかなかの音を出してくれます。さあでは別の曲でも試してみたいと思います。今度はもう少しパワーがある曲です。はい、この曲でやってみましょう。では中華セット UR 続けてどうぞ。
まあ曲を変えても案の定ですね。まださっきよりはマシな感じはするんですけど、あの中カセットの方、あのね、録音レベルの限界がやっぱ低いので、それをまあ補おうとしてヘッドホンの音量を大きくしようとすると、やっぱりね、バックからヒスノイズが結構聞こえてきますね。ちょっとおまけです。まあそんなにノイズが多いならね、 DBX でごまかしたらどうだっていうね、ことを思いついてやってみたんですが、まあこうなりました。はい、どうぞ。さすが DBX、 ノイズはねかなり少なくなりますが、それでもねやっぱり音のざらつき感は拭えませんでした。で、何よりもね元気がない。あの、もともと録音感度が低いっていうこともあるんですけど、 DBX を使うとねさらに録音レベルが下がりましたね。で、あとですね、なんかこうテープの走行もいまいち安定してなくて、出力変動も大きいですね。なので DBX でごまかすのはちょっと無理ですね。はい、長々と中カセットのレビューをしてきました。あの、こんなテープをね、わざわざ海の向こうから輸入して買うくらいなら UR 使っとけみたいな感じにね、なってしまいましたけども、なんかね、こう面白半分で一本コレクションにしておくのも悪くないのかなと思います。あと、ちなみにあのアリエクスプレスの商品ページに買った人のレビューをちらほら見つけたので、あの概要欄に商品ページのリンク貼っておきます。まあ、の興味のある方はぜひ、あの、ちょっとね、翻訳使ってね、チェックしていただければと思います。中にはね、これ桜じゃねっていう感想もね、なんか混じってるような気もしなくもないですけどね。はい、そういえば、あの、以前の動画で紹介したこちらの最新のダイソーカセットテープ、最近ですね、あの、近所のダイソー行ってもないんですよ。不思議なことに。売れたのか、それとも売れなくて、回収しちゃったのか、ちょっとわからないんですけども、今ね、近所のダイソーに行っても、ないですね。あ、ちなみにこれも中カセットです。はい。皆さんの近所の、ね、お近くのダイソーはどうでしょうかね。あの、もし情報あればぜひコメント欄で。で、次に気になるのは、はい、これ。東京の中目黒にある、ワルツさんというね、まあ、カセットテープの専門店で買ったブランクテープなんですけど、これをねまたちょっと今度レビューしてみたいと思います。これがね一番気になってますね。はい、ではまた。